2023年4月6日、ウクライナの南部ザポリージャ州メリトポリのフェドロフ市長が、同市内にあるロシア軍の拠点で複数の爆発が発生して死亡者が出ているほか、ロシア軍の飛行場が使用不能になっているとの情報をテレグラムに投稿しているよ。これについて、このところメリトポリで相次いでいる爆発がウクライナ軍の反転攻勢が近いことを示す前兆ではないかとの見方が出ているな。ウクライナは着々と反攻の準備を進めていて、その機会を伺っているだろうからね。さて今回はそんなウクライナの南部メリトポリで相次ぐ爆発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、一方ロシア側もこのメリトポリにおける爆発についてコメントを発表したんだけど、それによると同市内にはウクライナ軍が運用しているアメリカから供与された高機動ロケット砲システム、ハイマースによるものと断定していて、ロシア軍が発射された6発全弾を迎撃したため被害や死傷者は出ていないと主張しているよ。メリトポリは、東部ドンバス地方のドネツク州を通過するロシア本土からヘルソン州やクリミア半島への補給路上の拠点であり、ウクライナ側が掲げている目標としている2014年にロシアに一方的に併合された、クリミア半島の奪還のために確保しなければならない要衝でもあるんだよね。そのために、ウクライナ軍がこの4月中にも実施するのではないかと見られている大反攻作戦において、その目標先として攻勢をかける可能性が最も高いと見られているな。4月8日にはウクライナ軍参謀本部が、ロシア側が南部のザポリージャ州とヘルソン州のドニプロ川以東の住民を、強制的にクリミア半島に退避させようとしていると発表して、ロシア側が南部においてウクライナ軍の反攻が開始されると見ていることを示唆したよ。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア側の行政府がメリトポリでは最近ロシア軍拠点などで爆発が相次いでいるとして、それがウクライナ軍の攻撃だと主張して反攻が近いことを匂わせながら、それを理由に住民がロシアのパスポートを保持しているかどうかなど退避に向けた調査が行われているというんだ。ウクライナ軍の反転攻勢の開始時期については様々な憶測が飛び交っていて、ドイツのメディアなどではブリンケン米国務長官が、反攻は数週間以内に始まるだろうとの見方を示したと報道しているよ。そのような情勢の中でアメリカのニューヨークタイムズ紙が6日、アメリカを中心に北大西洋条約機構 NATO が3月1日時点で作成したされるウクライナの反攻計画に関する機密文書が、一部が改ざんされた上で SNS などに流出していると報じたみたい。それによると、反転攻勢の準備としてウクライナ軍は4000人から5000人の旅団規模の機械化部隊機構部隊を12個編成するとされており、それらには戦車250両を含む600両以上の装甲戦闘車両が必要との記述があったとされているほか、ウクライナ東部ドネツク州の激戦地バフムートにおいて2月下旬から3月上旬にかけては、ウクライナ軍が補給路の維持に苦しんでいたとされ、危機的な状況にあると分析した記載があったと伝えていて、ウクライナ国防省のブダノフ情報局長がバフムートの状況が壊滅的であるとして、精鋭部隊を投入しての反攻開始を数週間以内とすることを提案していると指摘されているというんだ。バフムートに関してはイギリス国防省が7日、ロシア軍側が市内の中心部に到達した可能性が高いとの分析を明らかにしていて、ロシア軍側が前進した要因として正規軍部隊を増強した上で砲兵部隊を効果的に活用していることを挙げているぜ。そして昨年からバフムート攻略作戦の主力を担ってきたロシアの民間軍事会社ワグネルと、ロシア国防省との間の確執については、クレムリン内部ではともかくとして、最前線においては関係が改善している可能性があるとの見方を示しているな。ロシア軍が今年の1月に攻勢を強めたと見られている東部ドンバス地方ドネツク州及びルハンシク州では、これまでに多大な犠牲を出しながらも成果が上がっておらず、ロシア軍がバフムート制圧という局地的な戦果の獲得を狙っている可能性があるとの指摘も出ているね。このことについては文書においても2月25日時点でバフムートはロシア軍に、ほぼ包囲されたと指摘しているとニューヨークタイムズ紙が伝えているが、
それらの情報を取得するためにアメリカがウクライナの軍や政府の高官らをスパイしており、情報を隠そうとしているウクライナ軍の戦略を把握することに西側諸国が苦戦していることが伺えるとしているよ。これらについてはウクライナ国防省情報総局幹部が7日、このニューヨークタイムズ紙の報道について流出されたとされている文書には信憑性がないと強調しているが、ウクライナのゼレンスキー大統領が7日に実施された軍司令官らとの会合において、情報漏洩対策について協議したとも伝えられていることから、ウクライナ側の機密が NATO などに漏れ、アメリカ国防総省から流出した可能性は否定できないとの見方も出ているんだって。アメリカ国防総省もこれらの機密流出の報道は把握しており、事実関係の調査に乗り出しているともニューヨークタイムズ紙では伝えているのであるが、ウクライナ軍への武器供与計画や、現場の部隊の戦力、訓練時期などに関する情報が記載されている機密文書が簡単に国防総省から簡単に流出するとは考えにくいとの見方が多く、犯行の阻止を図るロシア軍にとっては大犯行が実施される地域の判明に役立つことになる。これらの情報を流すことで、ロシア軍の配置や動きを明らかにしたり誘導したりする目的で意図的に流出させた疑いも出ていて、オーストラリア陸軍元将校で現在ウクライナにいるミック・ライアン氏も、様々な情報を流してそれに対するロシア軍の反応への諜報活動によって、ロシア軍司令部や兵団の配置、予備の部隊配置などの情報が判明するため、ロシア軍の構築陣地と部隊配置などの弱点を探ることができると指摘しているな。ウクライナ軍においては西側諸国から戦車などの支援を受けて新編成された部隊を、いつどこに投入して大反攻作戦を開始するかについては厳しく情報が統制されているだろうし、これまでのところ全くわかっていないために西側のメディアも軍事専門家もあらゆる情報に踊らされている状況が続いているんだろうね。もしかするとウクライナ軍自身が決めかねているのかもしれないとの見方もあり、1000km 以上に及ぶ広大な前線のどこに突破口を見出すかについて、ウクライナ軍内部で未だに揉めている可能性を指摘する声もあるほか、あるいはすでに決定されているものの昨年のハルキウ州を奪還した反攻作戦の時と同様に、フェイク情報を流すことによってロシア軍部隊を誘導している可能性を指摘する声もあり、情報が混沌としているよな。ロシア軍側でもウクライナ軍がどこで反攻を仕掛けてくるか全く読み切れていない可能性が高いとみられ、1000km 以上に及ぶ前線全体に防御陣地を構築しようとしていることから、まるで第一次世界大戦における強大な塹壕での戦闘を再現するかの様相を呈しているとの指摘もあるよ。ウクライナ国防省の情報部門のトップであるキリロ・ブダノフ少将はインタビューにおいて、ロシアとウクライナが今春、決定的な戦闘を戦うだろうと発言した上で、この戦闘がロシアによる侵略戦争が終結する前の最後の戦闘になるとの見解を示していて、この発言からも現在のウクライナ軍が時間をかけて戦力を最大化している様子が伺え、この先の数週間、実際にウクライナ軍が動き出すまでの間は様々な誤情報が大量に流れることが想定されているが、その間に大反攻作戦の準備は確実に進行していることは間違いないみたい。そして、この大反攻を失敗することがあればウクライナ軍はロシア軍を押し戻す戦力を喪失することになり、国土を占領されたままでロシアとの停戦交渉に臨むか、あるいは NATO の全面的参戦を懇願するかのいずれの道しか残されていないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は、ロシアとウクライナの間にあった圧倒的な戦力差から短期決戦となると見られていたよね。だがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟国などからの、軍事支援を受けたウクライナの健闘によって、1年を経過した現時点でも終戦の気配は全く見られず膠着状態となっているぜ。何か均衡を崩すきっかけがあれば、戦いにも終わりが見えるんだろうけど、その後のことも考えると大変だろうね。
さて今回は、ウクライナ軍の反攻作戦はクリミア大橋の破壊が口火となるであろうことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年に入ってから、NATO 諸国がウクライナに西側諸国の新型戦車や歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などを提供することが発表され、ウクライナ兵に対してそれら戦闘車両の操縦運用訓練が進められている中、3月末までにウクライナ東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州の完全制圧を、プーチン大統領に命じられていたロシア軍が、西側諸国の戦車が配備される前に2月下旬に大攻勢に出るとの噂が流れていたよ。ドネツク州ではバフムート周辺で半年以上にわたって激戦が続いていたんだけど、ロシア軍は制圧することができず大兵力を投入して一気に陥落させるであろうとの予測が出されていたみたい。でも、その総攻撃についてはただひたすら犠牲を顧みずに歩兵を突撃させる人海戦術による攻撃が主体で、ロシア軍や以前からバフムートを攻め続けていたロシアの民間軍事ワグネルの戦闘部隊では、兵員に大きな損害を出して消耗し、弱体化していると見られているね。このため西側諸国の新型戦車の操縦訓練を終え、訓練を受けた兵士と共に戦車が届き始めているウクライナ軍が、強力な機甲部隊を進編してロシア軍に対して4月ないしは5月に大反攻に出るとの見方が広がっていて、ウクライナ軍がどの戦線において仕掛けるかを国際社会が注目しているってわけ。こう焦ったロシア軍のずさんな作戦が後に響いてくるであろうことを見越した反攻ってわけだね。東部戦線のルハンシク州とドネツク州、南部戦線のザポリージャ州とヘルソン州のいずれかにおいて反攻に出るとしても、戦車や装甲車両を要する機械化部隊によってロシア軍が構築した防御陣地を突破するという、機甲作戦が展開されることになるんだけど、その際にはこれまでのウクライナにおいてはあまり情報が伝わっておらず話題になっていなかった。航空戦力による援護がウクライナ軍には必要不可欠とする指摘する声があるよ。ウクライナ軍ではこれまでロシア軍に占領された地域においては、トルコ製のバイラクタル TB2 や西側諸国から提供されたり民間から集めたりした無人機ドローンや、西側諸国などから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの、多連装ロケット砲システムマースから長射程の GPS 精密誘導ロケット弾を発射する G マースによって、弾薬庫や燃料庫など兵站集積施設や橋梁などの補給路に鉄道、あるいは司令部、兵舎などの指揮統制関連施設を攻撃して破壊することで、時間をかけてロシア軍部隊を弱体化させてきたな。しかし侵略開始以来、その融通の効かない無能ぶりをさらけ出してきたロシア軍でも、さすがにこのウクライナ軍による後方の兵站補給攻撃に気がつき、現在では軍需物資の集積場所を G マースの射程 90km よりもさらに後方に設置して攻撃を防いでいると見られているぜ。そのため、ウクライナ軍では以前からハイマースや M270 から発射可能で、射程 300km とされる戦術弾道ミサイル MGM-140 エイタクムスの提供をアメリカに求めていたよね。エイタクムスはハイマースや M270 に搭載される 227mm 6発入りのコンテナと同じコンテナに1発のみ装着され、発射されてからは目標上空まで GPS 補正管制誘導によって飛翔し、弾体下6発の BAT 無動力滑空型誘導式小爆弾弾頭を分離するんだ。切り離された BAT は収納されていた主翼を展開して滑空しながら、内蔵されている音響センサー及び赤外線センサーによって事前にインプットされた目標を自ら捜索して攻撃をするため、300km 先の目標を正確に攻撃することができる兵器で、ロシア軍が後方に下げた兵站集積施設や司令部などを攻撃することができるのであるが、アメリカのバイデン政権はロシア本土への攻撃も可能になるエイタクムスの供与については、ロシアを必要以上に刺激することになり核兵器の使用につながる恐れがあるとしてウクライナへの供与を拒んでいるみたい。ただ、ロシア軍の兵站を攻撃して遮断することの重要性については、バイデン政権も認知しているためにエイタクムスの代わりとして、
やはり長射程ジーマースの一つとして開発が進められている射程 150km の GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボム地上発射型少数なお軽爆弾を供与することを決定したぜ。この GLSDB とは、弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾と呼ばれる航空機用の GPS 誘導滑空爆弾を使用して、マースで使用されていた M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせた 227mm ロケット弾で、航空機用の小直径爆弾スモールダイアメターボム SDB は航空機から発射されると、本体に折りたたまれていた翼を展開して滑空し、GPS を利用した管制後方システム INS によって目標まで誘導されて攻撃する爆弾で、速度が遅い滑空弾ではあるものの厚さ1メートルの鉄筋コンクリートを貫通する威力があるとされているな。これまでのウクライナのゼレンスキー大統領や軍幹部などから、クリミア半島奪還が盛んに発言されていることから、ウクライナ軍の反攻作戦はクリミア半島奪還を視野に入れたものである可能性が高いと見られ、ウクライナ軍がクリミア半島への補給路の一つである半島東端のケルチ海峡にかかる、クリミア大橋を何らかの長距離攻撃手段によって破壊する公算が大きいとされているね。この GLSDB であれば、ザポリージャ州かヘルソン州のアゾフ海の沿岸からギリギリで届くとされているのであるが、そのためにはロシア軍が防御陣地を構築している領州を奪還しなくてはならず、ウクライナ軍がアゾフ海まで進軍するまでの間にロシア軍はクリミア半島への補給を十二分に実施することができることになるんだ。さらに GLSDB は、現在アメリカのロッキード・マーティン社において生産が進められていると見られるが、ウクライナへの供給が可能となるのは今年の秋以降とされていて、今回の反攻作戦には間に合わないんだって。それらのことから、ウクライナ軍の反攻作戦には戦闘機や攻撃機による破壊力が大きく、かつ目標を正確に破壊する航空戦力による空爆が必要であるとの見方が広がっているってわけだね。ウクライナが自国空軍の戦闘機や攻撃機を飛行させるためには、ロシア軍の地対空ミサイルを破壊して航空優勢を確保しておく必要があるよ。ウクライナでは保有している旧ソ連製のMiG-29 に、アメリカから供与された空対空の防空レーダーミサイルハームを搭載できるように改修しているとの情報が伝わっているんだけど、現時点でMiG-29をどれほど保有してどれほど稼働しているかについては不明であったが、先日ポーランドやチェコが保有しているMiG-29をウクライナに提供するとの情報が伝わっており、ウクライナ空軍が即座に運用可能なMiG-29の供与によって反攻作戦の航空作戦に目処が立ちつつあると見られているみたい。軍事専門家の中には、MiG-29 にハームを搭載する改修を行うよりも、NATO が F-16 ファイティングファルコンなどの西側戦闘機を供与する方が良いとの意見を発する者もいるな。これらについてはアメリカのバイデン政権以下 NATO 各国の首脳が否定しているが、あくまで噂のレベルではアメリカがウクライナ空軍のパイロット数名に F-16 の操縦訓練を実施しているとの情報もあり、可能性としてはあるんだ。しかしながら、MiG-29 などの旧ソ連製戦闘機と F-16 などの西側諸国の戦闘機の操縦方法の違いは大きいとされ、数ヶ月程度の訓練で実戦に対応できるほどの練度は得られないと指摘されており、もし F-16 の供与が決定されたとしても今回のウクライナ軍による反攻作戦には間に合わないとみられ、4月か5月の反攻作戦において航空戦力を活用するのであればなけなしのMiG-29を投入するであろうとの見方が多数派みたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ南部にある2014年からロシアによって不当に占拠されているクリミア半島において、2023年3月29日に SNS などに同半島中部のシンフェロポリシ付近にあるにあるロシア軍航空基地付近で爆発が発生したか、あるいは火災が発生したとみられる黒煙が立ち上っている様子が撮影された動画が投稿されたよ。クリミア半島においてロシア側が市長として任命したセルゲイ・アクショノフ氏がこの件に関連してテレグラムに投稿しているが、
同紙によればウクライナ側のドローンがシンフェロポリ近郊で撃墜されたとしていて、ドローンは畑に墜落して、死傷者や建物の損壊はなかったというぜ。いよいよウクライナが本腰を入れてクリミア半島奪還に向けて動いているみたいだね。さて今回はそんなクリミア半島のロシア軍基地付近で、ウクライナ軍のドローン攻撃と思われる爆発が起きたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これらの情報について、ロシア側のクリミア市長顧問の、オレグ・クリチコフ氏がこの火災についてウクライナ軍による航空基地攻撃によって引き起こされたものであるとして、ウクライナ軍はジェットエンジンによって長距離飛行が可能なストリーシと呼ばれるドローンを使用して攻撃した可能性が高いとしているよ。このストリーシとは正式名称をツポレフ141とされ、旧ソ連が開発して1979年から1989年にかけてソ連の西側国境地帯に配備され、ソ連陸軍が北大西洋条約機構 NATO 加盟国の偵察に運用していた、ジェットエンジンを搭載する大型の偵察用ドローンのことを指しているんだ。全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル。翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6.215 キログラムと、全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル。翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6.215 キログラムと、大型の機体をツマンスキー KR-17A 推力 19.6 キロニュートンというジェットエンジンによって、最高速度 1100km/h 巡航速度 1000km/h 航続距離 1000km 実用上昇限度 6000m との性能を発揮するとされているね。機体のデザインは、ダーツの矢のように後方にデルタ翼が配置されていて、前方には小さなカナード翼が配置されており、KR-17A ターボジェットエンジンは後部の垂直尾翼の下で胴体の中心より上方に搭載されているよ。ストリーシュの機体は発射用の台車上から固体火薬ブースターで射出され、任務を終えて帰還する際は着陸後の滑走中に機体に格納されているパラシュートを開いて着地する方法をとっているため、繰り返し使用することが可能であり、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行するドローンだな。ストリーシュとはロシア語でアマツバメを意味しており、ロシア軍ではこの機体にフィルムカメラや赤外線画像装置に EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様な偵察用機材を積み込んで偵察や監視に運用していたが、すでに1989年には全てを退役とさせていたぜ。ウクライナ軍においても旧ソ連の崩壊時に数十機を保有していたもののやはり一時退役させていたんだけど、2014年のドンバス戦争において現役として復帰させ実戦に投入されており、現在も遠隔操縦装置などを近代化させた上で稼働状態にあるものが多数あるものと見られていて、偵察監視用機器を外した後のスペースに作薬を搭載して発射すれば、長射程の自爆攻撃型ドローンとして運用することも可能なんだ。2022年12月5日、ロシア国内にある3カ所の空軍基地がウクライナ軍のドローンと見られる飛翔体による攻撃を受け、3人が死亡して4人が負傷、戦略爆撃機2機が損傷を受けたほか、燃料関連施設などが炎上するなどの被害を受け、翌日6日には今度はウクライナとの国境沿いの西部クルスク州にある空軍基地にある石油貯蔵施設が、やはりドローンと見られる攻撃を受けて火災が発生したみたい。これら一連のロシア国内への攻撃について、ロシア国防省がウクライナ軍のドローンによる攻撃を受けたと発表したけど、ウクライナ側からは攻撃の事実を認めるコメントは出されておらず、この時期のウクライナ全土に対して、ロシア軍の巡航ミサイルやイラン製の自爆攻撃ドローンシャヘドによる民間インフラ施設などへの国際法に違反する無差別攻撃が相次いでいたね。攻撃を受けたジャギレボ基地とエンゲルス基地は共にロシア航空宇宙軍の戦略爆撃機の拠点であり、これらの基地から発進したツポレフ 95MS などの戦略爆撃機から発射された基地巡航ミサイルによって、ウクライナ全土へのインフラ施設設備への爆撃が実施されていることから、
ウクライナ軍がドローンを発進させて攻撃を加えてロシアによる軍民無差別のインフラ攻撃に対する報復を実施したのではないかとの見る向きが多く、他国に向けて非道なミサイルを発射すれば、その発射地点には神が UFO を派遣して攻撃を加えるだろうとの内容の投稿を、ウクライナ政府高官が SNS に発信するなどしていたことからも、ウクライナ軍が関与している可能性が高いと見られていたぜ。しかし、12月5日に攻撃を受けた2カ所の空軍基地のうち1つは、首都モスクワから南東に 200km ほど離れたヤザン州ジャギレボ空軍基地で、基地要員3人が死亡したとされた。この基地は現在戦闘が続くウクライナの最前線から 500km 以上離れており、もう一つのロシア西部にあるサラトフ州のエンゲルス空軍基地もまたウクライナ領内の最前線から 700km 以上の距離があるが、その時期にウクライナ軍が運用していると見られていた攻撃型ドローンは、アメリカ製のスイッチブレードやフェニックスゴーストなどでは航続距離が短いため、ウクライナ領内から発進させてもロシア本土の奥深くにある基地には届かないんだよな。また、ロシアが侵略を開始した当初にその車列を攻撃して名を馳せたトルコ製ドローンバイラクタル TB2 でさえも、その航続距離は 150km ほどでしかないことから、それを使用した攻撃でないことは明らかだったよね。ウクライナの軍需企業ウクロボロンプロムが航続距離 1000km 以上と言われる新型ドローンを開発中との情報があるものの、完成に近づいているとされて入るが試験段階の兵器をロシア本土攻撃に使用することは懸念が多すぎるために考えにくく、今回のクリミア半島での攻撃もまたストリーシュによるものとの見方が広がっているみたい。2023年3月中旬以降、クリミア半島のロシア軍施設への攻撃が増えたとされていて、SNS などに爆発によって火災が発生している様子などが撮影された動画が投稿されるなどしていて、アメリカの CNN がクリミア半島のロシア海軍黒海艦隊の司令部などがある、セバストポリ軍港とそこへの兵站供給ラインに対するウクライナ軍の攻撃が増えたと指摘しているよ。ロシア側が指名したセバストポリ州のミハイル・ラズボザエフ知事が22日、ウクライナ軍のドローンがセバストポリ軍港を攻撃したけど、ロシア海軍がドローンを撃墜したために人的被害や船舶の被害はなかったとはいえ、港周辺の建物のガラス窓が割れたりした被害があったことを明らかにしたんだ。また、20日にはクリミア半島北部にあるロシア軍の兵站集積拠点であるジャンコイにドローンによる攻撃があったとされ、ウクライナ国防省が鉄道で輸送中であったロシア軍のカリブル巡航ミサイルを破壊したと発表したんだけど、ロシア側はドローン攻撃を受けた事実は認めたものの、カリブルが爆破されたことなどには言及していないよ。ジャンコイでは昨年の8月16日にも、ロシア軍の弾薬庫が攻撃を受けて貯蔵していた弾薬が爆発して大きな火災が発生したことがあり、SNS に巨大な火球と黒煙が上がる画像が投稿されているんだけど、この爆発についてロシア国防省は、弾薬庫の他に送電線や発電所、鉄道線路、住宅などの民間施設が被害を受けたと発表し、ウクライナ軍による攻撃であるとしていたけど、ウクライナ側ではそれを認めてはいないんだよね。クリミア半島ではこれらのドローンによる攻撃のほか、地元の反ロシア派住民などによるパルチザン活動も活発化しており、これらの動きから4月以降とみなされているウクライナ軍による反転攻勢作戦が、東部戦線ではなくクリミア半島奪還作戦などではないかとして、クリミア半島の親ロシア派住民の間で不安が広がっているとされているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年も4月に入り、冬場のロシア軍の攻勢を防ぎきって西側諸国からの新型戦車など戦闘車両の提供支援を受けたウクライナ軍が、そろそろ反転攻勢に出る可能性が囁かれ始めているよ。そんな中、反攻正面になる可能性が高いと見られているザポリージャ州のオレボボ周辺に展開しているウクライナ軍部隊において、ここ1ヶ月ほど威力偵察と見られる活動が活発となって、ロシア軍との小競り合いが増えているとする分析が軍事ブログの航空万能論に挙げられているらしいぜ。
ウクライナもついに動きを見せ始めたってわけだね。辛抱が続く中、よく耐えたと思うよ。さて今回はそんなザポリージャ州のウクライナ軍の動きについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ州のウレボボ近郊においては、これまでロシア軍の占領下にあったと見られていた地域にウクライナ軍が進出している証拠の動画が SNS に投稿されていて、その動画はウクライナ軍の陣地に向けてロシア軍がドローンを使って投降を進めるビラを撒いている様子が撮影されたもので、映像の背景からバシリカからオレボボを結ぶ幹線道路 T812 がウクライナ軍の支配下にあると判明できることから、これまでウクライナ軍が陣地を設置していた地点よりも南に 5km ほど進軍していて、これまでロシアの占領下にあると見られていたノボニリフカもウクライナ軍が奪還した可能性があるというよ。この1ヶ月で SNS などにはこのウレボボやドニプロ川沿いのバシリウカの周辺で撮影された動画や画像が増えていることから、この地域がウクライナ軍の犯行目標であるか、あるいはどこか他の地域での犯行計画を偽装するための動きなのであるかは、現時点では不明であるものの、興味深い動きとして注目されているな。ウクライナ軍が反攻作戦を開始する時期については3月中、あるいは4月か5月と様々な憶測が飛び交っている中で、ゼレンスキー大統領は西側のパートナーから送られてくる弾薬を待っていると述べていて、先日 EU が合意した加盟各国の備蓄分から 155mm 榴弾砲弾100万発以上を提供することに関して、これら砲弾がウクライナ軍に行き渡ってから実施されるとする見方が多いんだ。その矛先についても様々なプランが挙げられているんだけど、それらの中でも有力と見られているのは、ウクライナ南部のザポリージャ州のドニプロ川東岸からドネツク州南部までの地域で、この戦線を突破してそのまま南進してアゾフ海まで打倒する作戦だね。この作戦によってロシア本土とヘルソン州とザポリージャ州に展開しているロシア軍部隊との連絡を分断することになり、補給を断つとともにアゾフ海沿岸のペルジャンシク周辺に到達すれば、長射程のロケット弾や榴弾砲弾によってクリミア半島とロシア本土をつなぐクリミア大橋を攻撃して破壊することが可能となるんだ。クリミア大橋を破壊すればヘルソン州とザポリージャ州のロシア軍はもとより、クリミア半島のロシア軍も孤立して、補給を断たれた末に降伏せざるを得なくなるだろうからね。オレボボ付近でウクライナ軍が活発な動きを見せていることから考えれば、その動きがロシア軍の構築した防御陣地の弱点を探り出す威力偵察であるとも考えられ、メリトポリやペルジャンシクと幹線道路でつながっている交通の要衝であるトクマクを奪還すると見るのが自然だね。南部戦線ではヘルソン州を流れるドニプロ川を溶かして防御陣地が手薄であろうと見られる。ヘルソン州からクリミア半島北部のジャンコイやメリトポリを目指す作戦を唱える声もあるみたい。ウクライナ軍に供量がない対岸を溶かできる能力がないことを、アメリカ側が指摘していることからその可能性は低いとされ、ドニプロ川に架けられていた橋はアントニフスキー橋とその隣の鉄道橋はほぼ完全に破壊されたと見られており、残るノバカホフカの水力発電所のダム上を通る橋の損傷具合次第と見られているぜ。このダム上の橋については、以前にウクライナ軍が高機動ロケット砲システムハイマースによる GPS 誘導ロケット弾によって、大型車両が通行できないように穴が開けられていたが、その後ロシア軍によってダムが崩壊しない程度に破壊されたとの情報があり、戦車を含む大部隊が渡れるかは不明だな。さらにドニプロ川下流のムイコラーユ州のオチャコフから対岸のキンバーン半島に溶かするかのような動きがあったことが伝えられていたんだけど、これについてもアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から水陸両用作戦のサポートがなければ実現は難しいね。これらのことから南部戦線において大規模な機構部隊による反攻を実施するには、オレボボからトクマク、あるいはドニプロ川沿いにあるカムヤンスキーからバシリカを経てミハイリフカと、トクマクを奪還する反攻作戦が最も有力とされているよ。また、昨年9月にハルキウ州を奪還した時のように、この南部戦線におけるアゾフ海内通作戦を陽動として東部戦線に新編成の機構部隊を投入して、
弱体化していると見られるバフムート周辺のロシア軍を駆逐して昨年7月に制圧された。リシチャンシクとセベロドネツクを奪還する可能性を指摘する見方もあるんだ。この場合、ロシア軍がハルキウ州での反攻時のように総崩れになれば、ルハンシク州の州都ルハンシクまで一気に到達できる可能性があり、あるいはバフムートから南下してドネツク州の州都ドネツクを北と西から攻撃することもできるのであるが、この地域はもともとウクライナの新ロシア派武装勢力の拠点でもあったため住民も新ロシア派が多く、ウクライナ軍へ抵抗する姿勢を見せる可能性が高く、ロシア本土にも近いことからロシア軍への補給が容易であり、逆にウクライナ軍が兵站を断たれる恐れがあるぜ。あるいはハルキウ州からルハンシク州のスバトボを攻撃してルハンシク州北部を奪還するルートを予想する向きもあるんだけど、この方面もロシア本土に近いために激しい抵抗を受けることと、戦略的に重要でない地域であることからその可能性は低いと見られているよ。また、この反攻作戦の時期についても様々な説が飛び交っていて、ゼレンスキー大統領はウクライナが勝利を手にするために、軍は積極的に準備を進めているとして作戦開始が近いことを示唆し、レズニコフ攻防相もまた西側諸国から届いた装甲車両を運転してみせるなどのパフォーマンスを行いながら、天候にも左右されるが、早ければ4月か5月のどこかで開始されると示しているね。この反攻開始時期については西側諸国からの戦車と弾薬の到着を待っていると見られ、各国から供与されるレオパルト2の数が揃うのが4月中旬頃になると見られていることと、3月から4月上旬にかけてはまだ雪解けからのぬかるみが解消されていないことが予想されるため、地面が固まる4月下旬ないしは5月上旬に反攻作戦が開始されるのではないかと予測する声が多いみたい。ウクライナ国防省では国内メディアに対して、反攻作戦の開始時期について我々軍は回答する権限がないので質問しないでほしいとの意味の要請をしたとも伝わっており、反攻開始の時期についてウクライナで公に発言できるのは、ゼレンスキー大統領かレズニコフ国防相、あるいはザルジュニー総司令官だけだとしているな。ただ、ザポリージャ州オレボボからトクマクを奪還した上で、さらに南下してメリトポリ奪還を目指すにせよ。こちらを陽動作戦として東部ドンバス地方のドネツク州バフムートか周辺からロシア軍主力を粉砕してセベロドネツクに進撃、あるいはルハンシク州の奪還を目指すにせよ、いずれにしてもロシア軍はユーノハなどの強固な防御陣地を構築していると見られているため、かなりの激戦が展開されることは間違いないとされていて、かつてないほどの大規模で激しい地上戦が展開されるであろうとの見方が広がっているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州で撮影されたとみられる、ウクライナ軍の旧式戦車がロシア軍の T-72 主力戦車を、一撃で撃破する様子を捉えたとされる動画が公開されて話題を呼んでいるよ。この動画はウクライナ兵器トラッカーと称する、兵器専門家などが運営するアカウントによってツイッター上に投稿されたもので、ルハンシク州ノボセリウスクの近郊でウクライナ陸軍の精鋭中の精鋭とされる、第92独立機械化旅団所属の T64BV がロシア軍の T72B を撃破する様子が撮影されたものだというぜ。やっぱりいくら戦車の性能が良くても、乗り手の技量や作戦が稚拙だと破壊されちゃうってことだよね。さて今回は、ウクライナ軍の旧式の T64 戦車が、ロシア軍の T72 戦車を撃破したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍のドローンから撮影されたとみられる動画は、直線道路においてわずかな距離で対峙するウクライナ軍とロシア軍の戦車を捉えていて、その後ウクライナ軍の T64BV が主砲を発射してロシア軍の T72B に命中して炎上していて、さらにウクライナ軍の T64 がもう1発を発射してとどめを刺す形で、炎と煙を上げているロシア軍にもう一撃を与えているよ。なお、この動画はウクライナ国防省もツイッターに投稿していて、第92独立機械化旅団が撮影した動画であるとして紹介しているね。
ウクライナ軍が使用したとされている T-64 は、旧ソ連が開発した第二世代主力戦車で、それまでは簡素な作りで大量生産が可能で、簡潔かつ堅実な構造で取り扱いが楽なことを追求してきた旧ソ連戦車としては珍しく、複合走行、滑降砲、自動装填装置など新技術が積極的に盛り込まれているのが特徴なんだ。この T-64 は1966年12月に正式採用されているんだけど、当時のソ連の同盟国であるワルシャワ条約機構加盟国や友好国などに輸出されず、ソ連のみが保有していて秘密裏に旧東ドイツのソ連軍東部軍集団や、ハンガリーなどに配置されていた南部軍集団などに配備されていたみたい。西側諸国では1985年の対独戦勝40周年パレードにこの T-64 が登場するまで、T-72 の影に隠れた正体不明の新型戦車としていて、その存在に気がついていたものの性能などの詳細を知らず、T-72 の開発の元になった失敗作との見方をしていたというんだけど、実際には、新機軸を盛り込みすぎた T-64 の運用が難しいこととコスト高を補うために、ハイローミックスの形として T-62 などで培ってきた旧来の質実合憲的な技術と、T-64 のスタイルを合わせた普及型が T-72 であるとされているね。そのような事情で開発された戦車であるために、生産数においては T-62 の約1万、9000両、T-72 の約2万、2000両には劣るものの、1964年から1987年までに様々な派生型を含めて約1万、2500両が生産され、1991年のソ連崩壊後もロシア連邦陸軍とウクライナ陸軍で多数の T-64 が現在も運用されているんだ。ウクライナの VOMR 衛星記念工場では T-64 に独自に大幅な近代化改修を施した T-64BM ブラートが開発されており、2005年に17両が納入されて以来、T-84U オプロート西側仕様の砲塔を搭載した BM オプロートも含むとともにウクライナの新しい主力戦車として配備されていたよ。その一方で、ロシアでは T-64 の開発生産拠点がすべてウクライナ国内にあったことから、整備用パーツなど消耗品の供給に難があるなど理由で、保有していた T-64 に対して T-72 に施したような積極的な近代化改修は行われず2017年までに退役させているな。このことから、動画の中で第92独立機械化旅団の T-64DV と紹介されている戦車は、T-64BM ブラートではないかとの見方を示す声もあるぜ。仮にこの動画に登場するウクライナ軍の戦車が T-64BM ブラートであれば主砲には 125mm ヌメ後方に A46M が搭載されているほか、T-84 に準じた装備が搭載されており、コンタクト後走行級K120SB、対戦車ミサイル 1A45L と一種射撃管制装置、TKN4S レーダーサイト PZU7 サイト、TRN4E ブラーン E 暗視装置などの近代化が図られているとみられるね。また撃破されたロシア軍の T-72 は T-64BM と同じ 125mm 滑降砲に A46M が搭載されているため、T-64 とは攻撃力の点で互角であり、ロシア軍が運用している T-72B3 は第 2.5 世代でありながらも、総合的なバランスの良さから第3世代主力戦車に相当するとされているんだ。しかしながら、T-72 で採用されている回転型自動装填装置は本来、弾薬を被弾率が低い車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったものが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が戦闘室を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷しやすいことが判明したぜ。また、車内に剥き出しの予備弾薬を搭載している場合には、被弾した砲弾が貫通して弾薬庫を直撃しなくとも、防護されていない予備弾薬に引火して車内に甚大な被害をもたらすこともあるな。この T-72 が被弾した際に砲塔が吹き飛ぶことは、湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではジャック・イン・ザ・ボックス・びっくり箱として T-72 を揶揄する別称で呼んでいたほどなんだ。ウクライナ軍参謀本部によると、
ロシア軍はウクライナ侵略を開始した2月24日以降、12月12日までに3000両近い戦車を喪失しており、ロシア国内でウクライナに投入できるかどう可能な T-72 の在庫はほぼ枯渇していると見られ、周辺で T-72 を保有しているベラルーシ軍から T-72 の供与を受けているだけでは足りず、旧式の T-62 戦車の保管在庫に簡単な近代化改修を施して前線に投入しているとされているよ。また戦車用砲弾の在庫については、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システム、ハイマースなどによる2弾薬集積場の破壊や、弾薬庫を残したまま退却するなどの不手際もあり在庫が枯渇しつつあるのではないかと見られているんだ。戦車戦の動画が撮影されたと見られるルハンシク州では天候不順によるぬかるみの発生などもあり、ウクライナ軍が少しずつ非占領地を奪還していると見られているが、12月上旬に同州のカディフカにあるロシアの民間軍事会社ワグネルの拠点となっていたホテルが、ウクライナ軍によると見られる攻撃を受けて破壊されたとして、ルハンシク州のハイダイ知事が明らかにしているみたい。ハイダイ知事によれば、多数の死傷者が発生していて負傷者の半数以上は助からないとしている中、ロシア国営のタス通信が地元の親ロシア側当局者の話として、ウクライナ軍のハイマースによる攻撃でワグネルの拠点が破壊され、救出活動が続けられていると報じているが、ロシア国防省などロシア当局側からはこの件に関するコメントは出されていないよ。ワグネルの戦闘部隊は現在、ルハンシク州の隣のドネツク州バフムートに展開していると見られていて、正規軍ではない傭兵部隊であるにもかかわらずロシア軍として行動しているな。バフムートを防衛しているウクライナ軍兵士によると、この地域に親ロシア派武装勢力が設立を宣言したドネツク人民共和国や、ルガンスク・ルハンシク人民共和国の兵士はほとんどおらず、接近している Z マークをつけた正規軍の数は多いものの、ほとんどが9月に発令された部分的動員令によって招集された予備役兵士の部隊であると見られ、満足な装備を与えられず練度が低いためにこれまでに多大な戦死傷者を出しているとされているよ。技量の伴っていない新兵を犠牲にする戦い方は相変わらずだね。ワグネルの戦闘員はそれなりに練度が高く、士気も正規軍よりは高いとされ、唯一ウクライナ軍に対して攻勢に出ているんだけど、ワグネルは予備役招集兵を石膏としてウクライナ軍の前面に出し、ウクライナ軍に攻撃させてその位置を確認するためのステージとして活用しているとみられ、その非道な扱いにはウクライナ軍兵士でさえも同情を寄せているみたい。しかしながら、ワグネルのウクライナ国内における拠点が壊滅状態となったことで、今後ワグネルの動きが変わる可能性が高いとの見方があり、注目されているな。そして12月11日、ウクライナのレズニコフ国防相が現在の戦況について触れ、ぬかるみによって戦車などの戦闘車両が移動できないために膠着状態にあることを説明した上で、ウクライナ軍は自国の領土を奪還するために、冬の訪れともに地面が凍結するとともに反撃を開始すると述べて、領土奪還に向けて強い意志を表明したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。